階段アミーゴ。何でもいいですか、はい、あ、まあ、本当最近の話だと、はい、いつだったかな、1、2週間前ですけど、まあ、ある音楽関係の、まあ、打ち合わせ、まあ、打ち合わせといつつ飲み会なんですけどまあまあ7、8人ぐらいそのイベントの DJ とかスタッフ集めて飲み会をしてたんですよね。そしたらその DJ の男の子が友達を連れてきたんですよ。でその方が、まあ、女性で、まあ、年で言うと30半ばぐらいなんですけど、響さん響さん、これ僕の友達なんですけど、めちゃくちゃ幽霊見えるんですって言って紹介していただいたんですよね。で、あ、これは嬉しいと思いつつ、ここであんまり思いっきりテンション上げると惹かれると思ったんで、ある程度こうテンション抑えながら、あ、そうなんですかみたいな感じで普通に喋ってたんですね、はい、で、おのずと、まあ、一通りイベント話終わったんで、おのずとこうみんなでいろんな話をしてたんですけど、もうで5、6分ですぐこういう話になったんですよね。5、6分で5、6分で違う、なったって言ってますけど、大体この人がしてますからなんか、いや、その方がいたんで、はい、これちょっとチャンスはないみたいな、はい、ここでこういう話の流れにすると、いろんなね、こう意見が聞けるかもっていうのもありました。で、まあ、一通りその話に、怖い話になってたんですけど、そのイベントの、まあ、スタッフやってくれているというか、内装とかのデザインやってる方がいて、男性なんですけど、その彼が、いや、僕ちょっとこの間不思議な思いをしたんですって話をしてくれて、でその話というのが、彼の釣りが趣味なんですよ。で釣りがすごい趣味で、夜釣りに結構行くらしいんですよね。で一月ぐらい前にその彼夜釣りに行ったらしいんですよ。海なんですけど、夜中海に行って、でただそこの日、その日に行った場所っていうのが彼初めて行くところで、でとりあえず釣り竿を垂らして、まあ、夜釣りこうやろうとしてたんですけど、なかなか釣れなかったらしいんですよね。でやっぱり釣りって僕はもう詳しくはないですけど、そのポイントが大事みたいで、ここに行くとよく釣れるとか、そういう情報が全くなかったんで、まあ、彼は、まあ、とりあえず初めて行ったんでなかなか釣れなくて、あ、今日ダメかなみたいな感じで思ってたんですよ。でじゃあちょっと場所でも変えようか、で、まあ、一旦その道具畳んで、その堤防ですよね、海の釣り場の堤防をしばらく歩いてたら、一人、おじさんが釣りをしてたらしいんですよね、はい、釣り竿を垂らして、で、あ、こんばんはみたいな感じで普通に話をしたら、そのおじさんが、あ、こんばんはって、で、しばらく話してたんですよ。したらそのおじさんがすごい丁寧に、あ、なんでしょうね、その釣り場で、あそこはよく釣れるよとか、で今日俺ここで釣ってるけど、まあ、もうちょっと行ったらこの場所でよく釣れるよとか、まあ、どういう仕掛けを使ってるのとか、なんかそういう釣りの話をしてくれたらしいんですよ、はい、ですごい詳しい人で、その方が釣りにで、いろいろ教えてくれたらしいんですよね、その場所のこととか。で、あ、ありがとうございます、じゃあそっち行ってみますねみたいな感じで彼は話したら、おじさんが、いや、実は俺も本当釣りが好きで、実はブログを書いてるんだ、よかったら見て、見てねって言って、その検索、ここ検索で出てくるからみたいな感じで言って、あ、分かりましたって言って、まあ、その日からは釣りひとしきり楽しんで、で朝方帰ったんですけど、次の日にそのおじさんから聞いたそのブログを見たらしいんですよ。そしたらそのブログが2年前に更新が止まってるんですよ、で、まあ、当然ブログ見ると最後の記事があるんですけど、本当2年前なんですよ、でそれをコメント欄とかでいろんな人が見てるんで、彼おかしいなと思って、そのコメント書いてる人とかいろいろ、まあ、辿れるじゃないですか、ある程度、今 SNS とかもありますから、で辿っていって、そのこうつながりになる人を調べていったら、そのおじさん2年前にその海で亡くなってるんですよ。へー。でそれを見て彼本当びっくりしたんだって話をしてくれたんですよ、僕も、はい、その飲み会の場で。でやっぱ結構いい話じゃないですか。いや、それってことは、その彼 T 君と知りますけど、 T 君じゃあその日幽霊見たってことだよね、死んだ人と話したんだ、こんな貴重な経験ないよって話を僕したんですよ。そしたらさっき冒頭で紹介したその霊感がすごい強いって女性が間髪入れずに、はい、え、ヘビキさんその人そこにいたよって言うんですよ。で、いやいやいや、でも2年前亡くなった人だから、 T 君は2年前亡くなった人見たんじゃないのって聞いたら、その女性が、いや、その人はただそこで釣りしていた人だと思うで、どういうことって聞いたら、ただ喋らされてただけだ、つまりその T 君は幽霊を見たんじゃなくて、そこにそのおじさんいたんですよ。簡単に言うと、そのおじさんにそこで亡くなった人が完全に入ってる状態
だったんだよっていう話をその女性の方がしてくれて、まあそれはその女性が話を聞いた時に直感でそれがパーンと入ったっていう話なんですけども、なんかそういう解釈というか、うわすごい、ちょっとゾッとしましたね。やっぱりゾッとしますね。そんな話を聞きましたね。うわお前の近くにいるよって言って、うわぁそこに人形があるんですって。に入ってる、ガラス越しだと見えるんですよ。信頼と実績の響きでございます。いやいやなんか美味しいの分かるの、やかましいわ中身飛んでる、あーそうそうそう、今で部屋に分かったでしょ。僕が今どうしようってなってピカーンとかってク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 ーン